はい、今日は11月7日、少し早い8時10分になりました。日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会、教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいります。皆さんこんばんは。昨日ね、続けてきたライブ、このねツイキャス一回抜けたんですね。昨日朝からね、さまざまな仕事のね用事で、一昨日はね和歌山、昨日は三重県仕事で走っていてね、そしてまた今日はね、楽しみにしていた東大阪市議会議員ね、当選して初めてのね本会場で議会が開催されたんですね。これは議会といっても役員選任ですね。まず何が行われたか、議長を選出しなければなりませんね。市民の皆さん、市会議員というものはどのようにしてあの議長が決められるか、ね、これまた選挙で行われるんですね。そして議長が選任されて、次は副議長ですね。この2つの選挙が議会本会場で行われるわけなんですね。これは傍聴ができます。そしてこの議場においてね、宣誓するのは一番のね長老ということは、議員の中で38名ですから、一番年の上の者が議長席に座るわけなんですね。そして進行が行われる。そして今日ね、議長に3名のね、者が手を挙げたわけなんですね。自由民主党とね、公明党、そして共産党、維新の会、それに革新で、ここの2人会派ね、今までね10会派にバラバラになっていたものがね、この度自由民主党、公明党、大阪維新の会、さらには共産党、そして、2人会派、ね、が一つ、そしてあと4人が1人会派なんですね。できました。そして38名で本会場において議長選任ありまして、自由民主党の鳥居善太郎議員が議長に選任されたんですね。その時手を挙げていたのが、今日大阪維新の会のね森田議員と共産党の塩田議員ですね、が議長にね選出立候補して、そして投票ですね、投票箱、選挙と全く同じようなね投票、個人名を書いて投票箱を入れるわけですね。そしてまたこれが面白いんですよ。選挙が始まったらね、誰も入らないように、出ていかないようにね、議会事務局の職員がね出入り口に鍵をかけるんですね。そうして選挙が行われます。傍聴上から見ることができますね。そして投票が全て終わったら開票が行われますね。そしてその結果は、自由民主党の鳥居議員が26票、大阪維新の会森田議員が8票、
共産党の塩田議員が4票ね、締めて38票ですね。さあこの自由民主党と公明党だけで20票なんですね。大阪維新の会が8名で、共産党が4名ですからこれ12名ね。残りの6名が自由民主党の鳥居議員にね投票したために26対8対4ね、これで鳥居議員が議長に選任されたわけなんですね。次に副議長ですね、これの選挙を行いましたね。そうしたところ今度はね、議長に選出を出さなかった公明党が出てまいりましたね。そして当然自民党は議長を取りましたから副議長にはね候補を出しませんね。そしてこの結果がまた見事にね、公明党の松尾議員が副議長に26票ね、そして森田大阪維新の会議員副議長にもね立候補しましたから森田議長ね、森田議員に8票。そして共産党はね、議長には塩田議員が立候補しましたが、副議長には上原議員が立候補して4票ね。つまり公明党と自由民主党20票、それに6名のね、各会派の個人会派、個人議員がね、投票して26、38。さあこの議員がね、これから今日選任されて議長と副議長が決まって、そして各委員会ですね、環境経済委員会、文教委員会ね、それで、保健厚生委員会かね、それと建設水道委員会ね、このようなね、5つの委員会が役員ごとに選任されて、その名簿が来週の係にはできるでしょうということで、議会事務局からね、連絡をいただきました。私はどうしてもね、のっぴきならない用事があってね、その傍聴に間に合わなかったんですが、ね、このように決まったことはね、すべてね、役所へ行って確認してね、このように教えてもらったわけなんで、おそらくこれはね、あの新聞記者も来ていてね、やっていたんで、明日の新聞にはね、議長選任の広報があると思うんですね。さあそのようにして東大阪も大きく動いておりますが、また大阪市と堺市で面白いね、大阪府と堺市で面白い問題が裁判になっていきますね。これはね、大阪維新の会のね、今市長変わっていますね。そして大阪府も知事も大阪維新の会のね、吉村知事なんですね。どのような問題かニュースで皆さんご存知や思いますが、水道管の入れ替え、このことに府がね、予算をくれなくて30何キロのね、その工事が遅れているとね、それを府のね、予算が放置、今までねやっていなかったからね、休暇になってこれから工事するのにね、お金、その問題でこれどちらの責任だっていうことを大阪府は堺市が確認ね、その水道管の確認を怠ったからね、この古い水道管、その工事がね、どのようにし放置されたのか、この問題がどうも裁判になるんじゃないかなということがニュースでやられていましたね。それ以外に今日ね、本当にね、朝面白いね、ニュースが読売新聞に掲載されましたね。
あの夢島、ね、木の花区にあります、ね、夢島、ここはね、25年に万博をやるとね、花火が打ち上がって決定していますね。そこに IR、ね、カジノ、ね、これをやると手を挙げていますが、まだ決定しておりませんね。この夢島、ね、万博をやるというところの夢島ね、私が昨年から、ね、徹底的に調査している、あの、東、ごめんなさい、大阪市の下水道工事、ね、この下水道工事の談合疑惑、こんなアホな、そんなバカな、というような工事の発注が長年行われてきて、ね、29年度だけでも水道工事ですよ。水道工事、平成29年度に137件工事発注したわけなんですね。大阪市は広いですから、その工事形態を管理するためにね、東西南北の4つのね、水道局があるんですね。その東西南北の4つの水道局で、平成29年度に発注された水道工事は137件。その137件の発注された工事、すべて、ね、たった6社、7社で120件を落札しているんですね。大阪市にはね、最低でも500社の下水道工事のね、ゼネコンから中堅ゼネコンから様々な業者が入札参加資格申請書を提出しているわけなんですね。ところが、ゼネコンや中間ね、中堅ゼネコンと言われるね、ましてね、しっかり工事はできる民間の企業であっても、いくら入札をしても取ることができないんですね。なぜできないか。ね、大阪市はね、一番高い金額だけは、例えば1億というね、表題の金額だけは提示するんですね。オープンにするんですね。ところが最低価格をオープンにしないんですね。そして長年の経験をもって各企業はね、ひょっとしたらね、8部かな、7.5部かなというね、形で入札していくわけなんですね。ひょっとしたら 8% なら9200万かなと、7% なら9300万かなという表題で札をね、入れていくわけなので、数字を。さあ、この最低ライン、ね、例えば、ね、8% であれば、ね、9200万円がボーダーラインですね。これ、9200万より、ね、1000円でも低かったら、もう失格なんですね。さあ、このね、最低ラインがね、どうも、この5社、6社の業者にだけね、内密に知らされている可能性がある、あるんですね。ですから、一人の一業者ですよ。ね。35も40も取るんですよ。ね。同じ業者がですよ。ね。30、40の137のね、工事発見のうち、40取るんですよ。一業者で。さあ、この業者が40取ったらもういっぱいなので、残されたね、90は取りませんね。取りに入りませんね。さあ、2番手ですね、次。2番手が30取るんです。もうこれ70ですね。3番手ですね。20取るんです。もうこれで90ですね。
4番手、5番手、ね。10件、15件、20件。これで120を取ってしまうんですよ。それがね、1年や2年ではないんですよ。ね。この15年間、ね、20年間の間に、そのようなおかしな、不思議な、変な工事の発注で、ね、このような一業者が年間137件発注された工事を40件取って、2番手が30件取って、3番手が20件取って、ね、次が15件取って、そして10件取って、ね、残されたものといった17件は、ね、500社からおりますから、ね、その中で17本だけを、ね、今まで取ったことがないところが、まぐれあたりって言うんですね。私がね、言ったのは、この入札の方法は、ね、最低ラインを知っている者が、ね、当然、落札すべてやりますね。そして、自分の下請け業者、その工事をこなせるだけの、ね、作業員を確保したら、それ以上は落札しても取れない、できないわけなんですね。だから取りにはいかない。このようなからくりがね、長年やられてきているんですね。そして私がそれを徹底的にね、証拠収集して、ね、現在処方へとのね、提出してるんですね。そういうところにおいて、ね、市民が見落とす新聞報道、テレビニュースでちょこっとだけしかやりませんね。不正を行ったあの土、ね、穴を掘って新管を入れたら必ず改良土で埋め戻しをしなさい言われているのに、掘った土をそのまま埋めて違法工事を行ったということで、この前ちらっと出てましたね。違法を行った業者に5億円のね、返却を求めて水道局はそういう判断したということがニュースになっていましたね。これでお茶を濁して蓋をするつもりなんですね。ところがね、これを掘って改良土を入れたところはね、まともにね、工事を行いましたとね、鼻高々に物を言っていたんですね。ところが、それを掘って、ね、持って帰った土を、ね、絶対に捨ててはならない、こう産業廃棄物なんですね。産業廃棄物は、ね、あのアスファルトなんかは再生利用ですね。リサイクル。ここへ持っていく露体は産業廃棄物ですから、ね、処分場へ持っていかなければならないんですね。リサイクルへ持っていかなければならないのに、それをなんとこの業者の連中はダンプに積んで夢島ね、万博が行われるここですね。今日の新聞に出てますね。これまだ黒くなったこの写真の上空写真からね、この左下に黒くなったところがありますね。夢島全部埋め立てができてないわけなんですね。この埋め立てをするのにね、大阪府は土を和歌山に打診したわけなんですね。大阪にはもうほとんどありませんからね、あの第二神明道路できましたね。去年おととしに開通して、去年ですか、開通した時にこの掘った土どこへ運んだか言いますと、門真市のね、北島というところにね、田んぼ、あのレンコン畑ですね、あのドロドロのレンコン畑であった田んぼがあったところをね、埋め立てして、そこの上にあの第二名神のね、大阪府国ですね、国土交通省、第二名神のトンネルを掘った土を持ってきて、それで整地されているんですね。現在大和ハウスの倉庫配送センターだけが一個建って、他はまだ空き地でね、分譲にするか、ね、
そういう形でね、大手ね、そのダイヤハウスが仕切って、そして全てね、地上げをしていったんですね。さあ、大阪にはね、夢島を埋める土がないんですね。この土をどこから持ってこようかとね、試案した当時の松井知事なんですね。和歌山にお願いして、和歌山の山ね、潰して、それを持ってきたい。ところが、関西空港、第二滑走路にね、決定して、和歌山からその第二滑走路に土を入れる。和歌山は山ばっかりですね。ですから、いくらでも土はある。ところが、現在の幹事長である二階俊郎が、大阪がね、夢島で IR をやるんだったら勝手にやったらええやないかと。しかし、和歌山の土は大阪の夢島には渡さないよと。ね。土を入れるんだった、欲しかったら入れてやるが、IR はね、和歌山でね、やったらいい。このように、もうね、話題のニュースにもなっていますね。業者間はね、和歌山の業者も大阪の業者も神戸の業者もみんな知っていますね。夢島に入れる土がないね。万博をやると言っているけども、 IR を持ってくるとね、カジノをやると言っているけども、埋め立てるね、土がない。土がないどころか、この夢島には産業廃棄物で、これね、現在地上げされたところは、すべての大阪市の下水道工事の残土産業廃棄物を混入した捨ててはならないもので、ある夢島に持って行ってるんですね。埋めてるんですよね。さあ、このようなことを私がね、この全国、世界に発するこのネット、私はこれが終わったら YouTube へこれ投稿するんですね。さあ、宮城番東大阪の堂村慎太郎が、夢島にはね、大阪市が発注した工事のね、アスファルトやね、露体と言われる、あの産業廃棄物が一緒に埋められていると。このようなことを言っているが、ね、あれ、妨害しているのではないか。万博を妨害、IR を妨害しているのではないか。そのように、ね、これを見たり聞いたりした、吉村知事なり、松井市長は、私を名誉毀損で訴えてくれたらいいんですよ。ね、この連中、大阪市の下水道工事を行ったこの連中の提出した、大阪市に提出した産業廃棄物のマニフェストですね。新聞にも出ていましたね。5万枚のうちの3万2000枚が偽造ですよ。ということは、最終処分場に持っていないから、マニフェストを偽造しないと、ね、竜兵衛掘り作った、掘った土の数字が合わないんですよ。ね、最終処分場へ、処理場へ持っていかなければならない産業廃棄物を、ね、残土の土と混ぜて、すべて夢島に持って行って投棄したんですよ。その証拠書類を私は1年かけてね、すべて持っているんですよ。ね、その上にそのようなことはね、報道されても触れようともしませんね。これは万博もね、IR も国策でやられる工事だからなんですね。産業廃棄物で埋め立てた、特にアスファルトですね。アスファルトを粉砕した、コンクリートの柄を粉砕したものを
土と一緒に持って行って埋めた。ならばどうなると思いますか？ね、あの埋めた手地は、ね、地震が言った時には必ず液状化なりますね。揺れて、下のね、ヘドロになったとか揺れて、水が出てきますね。アスファルトは熱で溶けてね、くっついていくんですね。ところが冷やしたら固まる性質を持っていますね。それを土の中にバラバラにしたアスファルトを一緒に混ぜて、夢島にみな持って業者がね、今まで投棄しとるんですよ。ね。これさえも、ただ、正当な工事を行わかんなかったから、たったの5億円ですよ。連中に出された。ね。今まで15年か20年、何百億円の下水道工事。しかも、今年の2月の22日に、当時の吉村市長が、私がね、要望した、昨年の12月に要望していたことに対して、大阪市の工事は、入札参加し業者を調べたら、ね、ものすごい業者がたくさんおる。だから、年間120キロ、ね、工事を外注して出したら、120キロができると。今まで、この15年間、20年間、この先ほど言った、ね、5社、6社で70キロしか工事を発注させなかったんですよ。これには水道局のトップの誰かが結託して、業者と結託して、そしてやってるんですね。そのために業者を、その限定した5社、6社の業者を温存するために、70キロ以上の工事は発注しなかった。ね。この水道局担当者の言い分が面白いんですね。大阪市に年間の年度予算の、ね、予算がないために70キロしか発注できませんでした。このような、ね、言い分を回答したんですね。ところが国の方策どうですか？インフラ工事。ね。この、下水道工事は、ね、インフラ工事は、速急にやりなさいという国を挙げて、補助金、助成金、満杯に取ってありますね。さあ、市民の皆さん、ね、大阪市がやろうとしていること、あの夢島でやろうとしていること、そしてこの用地は、ね、2社、ね、2社が購入をしていたと。ね、ところがまだ手つかずになっていると。当然、ね、地上げしたところは必ず、ね、何年以内には工事着工してください。ね、このようにして分譲して売買していきますね。そのようなことが言われていたのに、あの夢島、ね、産業廃棄物がね、不法に投棄されて、しかも公共工事でね、出た産廃を投棄していった。ね、ここに夢島を埋めるだけの土が大阪にはない。大阪府にはない。削る山もない。さあ、ね、花火は打ち上げて、万国博覧会をやると決定はしていますが、埋める土なかったら、どこから持ってきて、このね、残った IR を行うところのね、土を何で埋めるんだという話になりますね。またここにおかしな不思議な変な動きがあるらしいんですね。市民の皆さん、ね、このように大規模な東京がそうですね、オリンピックの問題で揉めていますね。今私たちのね、日本国ね、めでたいことばっかりやっていますね。そして国民ね、ワールドカップのラグビー終わりましたね。さあ、戦い進んで、つわものどもの夢の後の状況になるんと違いますかね。特にこの東大阪。ね。湧いてはいます。しかし、ね。これが終わりました。たった3試合のために、
ね、あ、4試合のために、ね、120億円市民の税金を投入して作ったその付けは全て、この私たち東大阪市民がね、払わなければならないんですね。このようにしてね、まやかし、ね、本当に市民をまやかして、今日もね、ある人と会ってね、話をしていたんですよ。ね、本当に今のね、私たちの身近のあった選挙においてもね、選挙だ、なんだと言ってもね、誰もね、政治にね、無関心なのか、ね、選挙でね、橋本元徹氏が、あの、夜の番組ですか、あれで同じことを言ってましたね。私が日頃から、常日頃から言ってるように、ね、私は8年前から言ってるんですよね。8年前の東大阪の選挙の時からね、市民の皆さん、ね、この腐敗崩壊している政治を、ね、役所を強制するにはね、市民が選挙に行ってくださいと。ね、誰がなっても一緒やと。ね、誰がなっても、ね、今の政治が変わることはあれへん。この気持ちがね、投票に行かない。それが悪循環になって、政党政治だけの政治家しか通ってこない。ね。8年前から、ね、この10年ほど前ですね、大阪で、大阪維新の会の風が吹きましたね。しかし、もう、この、ね、見るところ、感じるところ、大阪維新の会の風も収まりつつなってきましたね。もう二度とあのような台風の目のようなあれは吹かないだろう。それはなぜか。ね。代表の出現なんですね。先月9月の中頃でしたか。ね。9月の半ばに、あの当時の、ね、あれ、松井知事から大阪市長になった、ま、松井代表が、ね、福島の汚染された水、ね、解除されたんであれば、ね、数値以下であれば、大阪湾に流してもいいと、これを発言しましたね。今、漁業協同組合、ね、これは全てですね、太平洋に面したところの漁業組合、さあ、大変なことになっていますね、あの一言で。ね、害がないのであれば、ね、ならば福島の太平洋側に流しても害はないのではありませんか。ね、害があるから大阪まで持ってきて、ね、私がいつも言ってますね、地球環境問題の考慮にありますね。毒を薄めるのは水である。ね。要するに、害のある放射能に汚染された水を太平洋に流したら、ね、消えるんではありませんね。薄められるだけなんですね。濃いか、そうではないかだけの話ですね。これをやったのが野田市長なんですよ。ね、何をやったか。ダイオキシン。ね。ゴミを焼いた、その中で、釜の温度が上がらずに、ね、大量のダイオキシンが、ね、発生してきた。そのダイオキシンを、そのまま当然、一度燃えた灰は燃えませんね。どのようにしたか。ね、15キロの袋に灰をすべて詰め替えして、ね、家庭内ゴミを入れた釜に、2袋ずつ投げ入れて、燃やしたというんですね。これさえも、ね、私が司法に行って、様々なところに行っても、誰も動こうとしないんですね。
そして今ね、本当にね、おかしな不思議な変な政治になってきてると思いませんか。ね、大阪市のそのね、夢島に対してね、不法に産業廃棄物を流していった、捨てていった連中ね、3ヶ月の入札停止ね、だけは表題で発表するんですね、役所はね、担当ね、入札課は悪いことをしたその業者に3ヶ月の入札停止処分下すんですね。ところがこの連中らは自分の手配のね、500社から700社ありますから、大阪に入札ね、その土木工事の入札業者ありますから、自分らが手なずけたところのね、うちらのものに自分らが取れないね、工事、その仲間グループにね、全部取るように筋道を作ってるんですね。業者はみんなそれを知ってるんですね。知ってて役所に担当者にそれを言ってもね、一切その入札方法を変えようとはしないんですね。本当に変える気があるんであればね、1億円ね、一番高いところは1億円ですよ、最低価格は9200万ですよ、発表したらいいんですよ。ね、そうしたら500社でね、大札に来て抽選なんでしょ。ね、そうしたら1社でね、40も50も取るような業者出てこないんですよ。ね、グループで全て取っていくんですよ、今出されてる。ね、これを放置してるんですね、今の入札の大阪市の水道局の工事のやり方。そしてね、一番悪いのは現在ね、バラバラに水道局がねあって、そして財務局とね、契約課とね、総務課違うんですよ。あるところが違うんですよね。私は月曜日に、この月曜日の10時に大阪市役所に行くんですね。これは大阪市の水道工事を請け負った業者がね、途中でね、契約時はそうですね、何月何日までに必ずこの工事は期間がありますね。この期間設定されていますね。1年なら1年の期間設定で締結して契約書にね、謳ってありますね。ところがこの連中らは途中でね、障害があったのでこの工事を延長してくださいと延長願いを出しておるわけなんですね。さあこれね、1回の延長願いであればね、のっぴけならぬね、障害物が出たとかね、そういうね、いろんな障害でどうしてもその期間中に工事が終わることができなかったならば、あと3ヶ月延ばしてくださいね、半年延ばしてくださいね。そして水道局は了承するんですね。ところがこの延ばしてくださいというね、ことには理由がいりますね。なぜ3ヶ月先まで、3ヶ月もこの工事が伸びなければならないのか。それを誰が書いてると思いますか。当然業者がね、写真もつけて、そうですね、こういう例えば本館をね、掘り出していったら、つないでいっとったら途中でね、その本館がね、潰れてしまって、突発なことで潰れて、そして地盤が弱くて、どうしても工事がね、ストップして延長になるからというなら、そういう時は写真もつけて、その理由をついてつけて役所に提出するようになっているんですね。ところがその写真もね、何にもないんですよ。その延長届を誰が作ったんだと
業者に聞いたところ、水道局の現場監督や担当職員が勝手に書いて提出して3ヶ月延長。1回ではないですよ。2回も3回もやっとる工事現場があるんですよ。ね。それを私がね、この夏に大阪市の水道局のね、担当者に開示請求してたんですよ。それがある程度まとまりましたから、ね、11日のね、午前10時に大阪市東区へね、お待ちしております。ね、約束してるんですよ。ね。このね、本当にね、この誰も、市民もそうですね、お世話になってる水道っていうのは、本当にね、私たちのね、命に関わる工事なのでね、公共工事って一番大事なもんですよね。電気ガスは半公共的工事なんですね。半公共、ね、半分民間ですね。関西電力にしても、ね、大阪ガスにしてもそうですね。しかし水だけは、ね、今問題になってますね。水も、ね、あの、連合の組合を作らして、ね、別個のもんで、水は、ね、水道の水だけを国営がやっているものを民間にね、委託すると。ね、一時、ね、今年の初めですか？去年から、ね、あの麻生、ね、副総理の、ね、身内が、そういうことのね、水に関わるものにね、外国のそれを会社持っているとか、なんとかニュースになっていましたね。さあ、ほとばりが冷めたら、今水のことなど、誰もね、記事にもしませんね。この、私たちの、生きる源であるね、水だけは、ね、この前も東大阪の危機管理室へ行って調査した時にね、今私がね、昨日おとといお見せしましたね。危機管理。ね、この危機管理という中において、ね、川の水、ね、そして私たちが使用している水、琵琶湖の水、関西ですとね、琵琶湖の水、ね、これの管理すべて持ち主は国なんですね。その国から都道府県が皆水を買って、その都道府県は市町村にまた売っている。ね。そしてすべてを、その水を私たち国民が買っているわけなんですね。電気、ガス、水道、この三つ料金払わなかったら電気が止まる、ガスが止まる、水道が止まる。ね。今のね、現代社会において、この三つが止まったら生活できませんね。しかし、私たちのね、二代前。どうですか、二代前。我々のね、おじいちゃんですね。そのおじいちゃん。例えばそうなったら、ね、明治時代ですね。そのおじいちゃん、三代前、ね、のおじいちゃんなど、江戸時代ですね。ろうそく、薪、ね、井戸。そうでしょ？ろうそくと、ね、それと油で、ね、あの、ベンジンみたいな油の中に糸を、ね、置いて、それをちょっと上に上げて火をつけたろうそくの代わりですね。時代劇によく出てきますね。あのろうそくのね、光、釜、ね、ご飯やおかずは土間の釜でね、炉で炊いてましたね。水は井戸から汲んでましたね。これが現代社会になったら、すべて料金として発生してきた。ね。井戸水はタダでしたね。四代、三代、四代前のおじいちゃんの時代ですよ。ね。高い建物はないし、ね。太陽の光を、さんさんと浴びていましたね。
そして空気もね、おそらくその時の空気はね、大変綺麗だったと思うんですね。今私たちが住んでいるね、洗脳されている先進国と言われるね、この時代の流れでね、いくらね、立派な時代になってもね、何かをね、失ってきたんではないかな。ね、そして私たちのね、国もそうです。しかし、地球をね、見たときに、地球が危ないと思った全世界の先進国のね、代表者、大統領なり国王なりが、ね、このままでは経済発展してもね、地球が危ないし、汚染されているっていうことに気づいているんですね。だからもう一度ね、なるべくね、この一酸化炭素、ね、これを減額して、ね、動物や植物に害になるものをね、減らしていこうと。地球温暖化、これをね、阻止していこうと。止めていこうというね、190カ国も参加して議論しているときに、経済大国一番のアメリカのトランプ大統領は、やめた、俺はそんなとこ入らんぞと。銭儲けが一番だ。ね、こういうね、本当にね、危険な、ね、よく言いますね、人生一代に、ね、今70、80代の時代になっていますけどもね、しかし人生100年時代になってもね、そのままの山はそのままなんですよ。ね、川の流れはそのままなんですよ。ね、しかし人間がね、その自然をね、破壊していっている。ね、それはなぜか。人間が楽をするために、この地球上から人間がいなくなったら、ね、猿の惑星の時代になるんですよ。ね、本当に綺麗な、ね、汚されない、ね、この人間ほどね、恐ろしい動物はいないと思うんですね。そう思いませんか？動物をね、例えるなら、人間が一番恐ろしいね、動物だと思うんですね。なぜならば、ね、この地球を汚すのも人間であれば、ね、何でも食べるのが人間だけですね。このように思ったときにね、本当におとぎ話ではないけども、ね、あの天国地獄の話にしても、ね、想像の空間の中で話をするにしても、ね、人間が一番恐ろしいんじゃないかな。そうですね。人間ほど恐ろしいものはいない。それを原点に戻った時にね、やっぱりよく考える人はね、このままではダメだと。ね、子や孫のためにも、今、警笛を鳴らして、ね、自分たちが目覚めないとダメだ。ね、どうもね、今の私たちのね、周り、身近の、ね、身近な、この生活においてもね、違う方向へ、違う方向へ行ってるんじゃないかな。ね、私の親父がね、昭和、54年に亡くなったんですね。57歳でした。ね。脳一血でね、亡くなったんですがね。この親父がね、私が20歳の頃ね、よく言ってたんですよ。ね。おい、また戦争がいつか起こるぞ。な。もう、その自分ですよ。昭和、45年、50年頃にね、親父がね、45年ぐらいに、おい、また戦争が絶対いつか起こるぞ、このようにね、言っていたんですね。その言葉がね、この50年経ってね、今、私もね、同じことをね、
子や孫に言っておきたいな。必ず戦争が起こるで。ね。日本は島国で。ね。今日の北朝鮮のあの時間の発言どうですか。ね。ミサイルを次から次へと発射しても、ね。日本の政治家、何か国民に向けて発言のニュースでも流していますか。ね。北朝鮮は日本などどうでもいいんだと。ね。安倍総理とぼけた、ね。言葉だけで、ね。ミサイル発射やめてくれと言うとるだけだと。日本なんか相手にせんでもいいと。ね。今日ニュースでやってましたね。これが、ね。一つは私たちの国民がね。安倍総理をね。批判して、ね。積む問題ではないんですよ。今こそ、ね、自由民主党の安倍総理によって、ね、日本国憲法、日本国憲法にしてほしいんですね。日本国とか、ね、日本国だったら、日本、どのような字を書くんですか？ね、前にも言いましたね。名前をつけて、ね、日本という名前をつけて、ね、呼ぶのは、あの愛国者がね、車によく書いてますね。大日本何々会。ね、大日本、ね、日本何々塾と、こう書いてますね。しかし現在の私たちの日本国にありますね。日本興和損保、あの保険会社ですね。日本興和というと聞いたことありますか？ありませんね。あの名前だけは、あの会社名だけは、日本興和とこういうはっきりと発言してますね。テレビニュースなんか見ても。ね。母国語、読み方、ね。そして今日の新聞にも、ね。欄に出ていましたね。三大史、ね。日本の、ね、国語の、ね、三大史、この三つを、ね、学校で教えていたと。これを、ひょっとしたら、ね、あの問題中止になった英語の、ね、検定試験、国語も、そのようにして変えられるんではないかなという危惧する、ね、記事が、今日新聞に、ね、掲載されていましたね。私がいつもね、言っているように、母国語、ね、日本語、これを崩壊させ、進めていったときに、必ず国民もね、心から潰れていってしまうんですね。国家国体の崩壊となってくるんですね。令和元年、ね、この国家国体の儀礼、ね、この日曜日に、ね、東京で行われますね。私たちの日本人の国家国体の要の儀式なんですね。これを尊ぶ心こそね、日本人の心なんですね。これを否定する輩がどれほど今の日本に蔓延していますか？ね、私たち国民一人一人はね、今こそね、自分たちの国のね、現在の自由と平和ね、これから本当にね、子や孫の時代までこれ今の状況で続くんかな？ね、不運な動きね、中国にしても中東にしてもイギリスにしても大変なことになっていますね。そうでしょ、 EU の問題までね、そして中東ではね、戦争の火が絶えることがないですね。こういうことを見たときに、本当に日本という国はね、自由で平和な国であるためにね、本当に世界が言われていた、30年前から言われて平和ボケした日本人、それさえも気にならなくなったんではないかな。ね、ここなんですよ。誰かが言わなければね、
誰かがね、警笛を鳴らさなければ、ね、私のライブは本当に固い話ばっかり、この枠を出ないんですよ。ね。そのために、狼少年ならぬ狼親父の声、ね。同じことの繰り返し、よく言うでしょ。ね。嘘も、100回言うたらほんまになる。ね。そのようなね、まやかしではないですけども、今の元気を持って、ね、ニュースを見て、そして体感して、ね、行動して、感じるものをね、一人でも、二人でも、日本人の中に、ね、感じていただいたら、ね、私はそれがね、本当の心に根ざす。ね、そして政治家もね、みんながみんなね、墜落、堕落したね、政治家ではない、と思ってるんですね。今のうちに、今の政権、自由民主党の政権のうちに、ね、自分たちの国は自分たちで守る。アメリカかなんかね、絶対に守ってくれません。これをね、もっと、ね、国民が、ね、ニュース、政治に目を向けたときに、ね、清き一票で政治家を変えることができます。そして国を変えることができます。ね、それは誰が持っているか。国民が持っているんですね。選挙権というもので、ね、自分たちが持っているその選挙権、狂気一票で国を作っていく、ね、市町村を作っていく、ね、これなんですね。しかし、今の、ね、法律、矛盾している、矛盾だらけなんですね。要するに、ザル法って言われるのがいっぱいあるんですね。要するに、国のやることを、ね、国がやっていたことを、ね、都道府県に地方分権といって、その権限を与えてあっても、最終的な責任は国が持っている。ならば、国は、ね、市町村、都道府県を利用しているだけにしか見えないんですね。最終的な権限は国が当然持っています。しかし、国が代理で市町村が国のね、出先機関として行政を司っているんですが、この市町村には権限がない。ね。何が悪かったら全て、ね、国会の、ね、政治のあり方が問われる、このような日本国なんですね。市民の皆さん、選挙があったら必ず投票に行ってください。それが政治家を変える。ね。役所を変える。そして自分たちの生活を変えることができる。これは選挙権なんですね。一人一票持っているこの選挙権。今の政治家は絶対に今の投票率が少ないように少ないように、ね。誰も変えようとはしません。それを国民で変えていこうではありませんか。ね。狂気一票。選挙の時には必ず選挙に行く。私がね、作ったこの月光仮面と選挙に行こう。これをね、同志に私がね、作ったものをね、広げていって、そして配布してね、誰か、あの歌かという耳にする時が必ず来ます。さあ、市民の皆さん、それではまた明日お目にかかりましょう。今日はご清聴本当にありがとうございました。おやすみなさい。